はい、野上さん、こんにちは。私は今ですね、新居の風呂場にいます。今日は、カットをですね、見せていきたいと思います。まだ僕は辞めて10年以上経ち、10年ぐらいか経ちまして、美容師は3年目で辞めてますが、まだね、ちょっと腕を衰えてないじゃないかということで見せていきたいと思います。今完了したので見せていきたいと思います。こんな感じです。はい、ここからは解説を入れていきたいと思います。はい、まずですね、このように後ろのセンターで長さを決めてですね、ここで2つに分けて、で上で段差の角度を完全に決めちゃいます。まあ、ここで角度と長さですね、両方決めてしまって一発で、この時に曲がらないように、で正中線の後ろなんで、まっすぐ切っていただいて大丈夫だと思います。でこの時の幅なんですけど、まあ、5センチぐらいが一番ちょうどいいかなと思いますね。なので真ん中が 2.5 センチぐらいのところで合うようにして、頭の後頭部の尖ったところですね、はい、ここでちょっとまあ暇そうに壁をいじってたので、このままやられるとね、壁が全部なくなるんじゃないかと思ったんで、携帯電話持ってきてあげましたけど、はい、さっきの続きで、はい、で左右も同じように長さですね。でこの時に僕のこのおうちカットでちょっと難しいんですけど、今座ったり立ったりしてますよね。これ座ったり立ったりすると肘の角度が変わるので、どうしても長さが変わっちゃうんですよ。だから最初に切った後ろのところと、まあ、例えば左に行った時に立って切ってたのと、今ここ座って右切ってますよね。で反対側立って切ったら絶対肘の高さがずれるので、必ず角度が変わってきます。でこうならないようにするのがちょっと難しいので、まあ、僕なんかこの掃除がちょっと大変なんでお風呂場で切ってますけど、外で切った方が広々としてていいのかなって思いますね。はい、ここからですね、量を取ってますね。すきバサミで量を取ってます。はい、ここで上着を脱いだ時に、気づかなかった後ろ前じゃないですね、裏まで逆の T シャツがバレちゃいましたね。恥ずかしいですね。まあ、こんな感じで頭皮と平行に引っ張ってきて切らないと、また変なすき方になっちゃうので気をつけましょう。はい、ここで終了です。はい、というわけでね、家庭カット、今完了したので見せていきたいと思います。こんな感じです。キラリン。このシルエットが今回はちょっとこう横から見るとこんな感じで落としました。さっきのビフォーだとここが結構長かったんですけど、こういう感じで、でまあ奥さんの頭の形が結構ここ落ちやすいんで、ブローするときは結構こう持ち上げてやらないとここがふんわりならないです。今やったんですけどやっぱ落ちちゃいますね。今照明がそんなに綺麗じゃないので、はい、どうでしょう、家庭でもできるようなカットにして、こっち見てもらって、割と前下がりの見えねえな、この内側っていうんですかね、上側か、下は結構首が見えるぐらいすっきり切って、上はちょっと残しつつ、この何ですかね、ブロッキングで2段に分けて、上の方がこういう感じで切ってます。で、まあ、ちょっと輪郭的にちょっと顎を出した方がいいかなって感じでやってみました。前髪は奥さん自分で切ってましたけど、結構今回は残す感じでやってみました。というわけでどうでしょうか。まあ家庭でね、いける嫁さんカットということでね、皆さんもしこんなスタイルにしたいという要望があればやってあげてほしいなと思います。で私の今からね、このカットの方もいい感じでやっていきたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わりにします。バイバーイ。